今回は一生お金に困らない金運手相を3つ紹介していきます。前段はさておき、早速チェックしていきましょう。指の付け根まで伸びる運命線、特に右手の手の中央あたりから中指の付け根くらいまで縦線がまっすぐ伸びているような方です。線に蛇行があったり、一時的に途切れてまた復活していたり、そんな場合は途中多少苦労や寄り道がありますが、綺麗にまっすぐ伸び続ける方というのは、生涯にわたって社会で活躍し続け、能力を発揮し続ける方です。社会に役立っていてお金が全く入ってこないというのはかえって不自然なことですから、少なくとも生活していくくらいのお金は一生問題ないでしょう。明瞭な太陽線、やはり薬指下の縦線、太陽線は金運を見ていく上で外すことはできません。小指に向かう線に財運線というものがありますが、これはどちらかというと直近数年の金運を示します。それに対して太陽線は今後の、生涯のというより長いスパンの金運を示しますので、今回の趣旨により合っている線と言えます。もちろん図のように明瞭に入っている方が金運が溜まっていることを示します。普通の頭脳線と感情線、ネガティブに解釈されがちな標準的な手相ですが、決して悪いものではありません。頭脳線は知的能力や考え方を示す線、感情線は理性と感情のバランスを示す線ですが、これらが普通ということは能力のバランスに優れ、人付き合いもほどほどにうまいことやれる方なのです。能力に偏りがあったり、感情が抑えきれないタイプだったり、あるいは極端にクールでとっつきにくい方の場合、ハマれば大活躍しますが、活躍できる場所は限られます。ですから場合によってはお金に引いては人生に苦労してしまうこともあるのです。日本はなんやかんやで普通の人が十分に暮らしていける国ですから、素晴らしいと思いますよ。いかがでしたか？あなたにも今回紹介した一生お金に困らない金運手相はあったでしょうか？もう一度動画をご確認いただき、ご自身の手を確認してみてくださいね。手相鑑定のお申し込みはチャンネル概要欄から。